久子は、日本の元皇族。君党は、法官母丹生。学位は、修士、上西国際大学、2016年。皇籍離脱前の未位は、女王で、皇室天畔における継承は殿下。お印はクズであった。高窓の宮のり親王と、同妃、久子の第三女子。第百二十三代、大正天皇の彦 第126代天皇徳人の最重前にあたる、姉に受けたまわり古女王、千家則子がいる。高窓の宮則人新郎と、同妃、久子の第三女子として、1990年9月15日に社会福祉法人恩師、財団母子愛育会総合母子保健センターの愛育病院で誕生した。同年十一月十二日の第二十五代天皇、 秋人の即位礼正殿の儀の際には、平成時代最初に誕生した皇族で、当時まだ乳児であった、綾子女王も、高窓宮夫妻と三姉妹の一家全員の記念写真に収まった。小東幼稚園に通園し、学習院初等科、女子中等科を経て、2009年3月に、学習院女子高等科を卒業した。この間、2002年、綾子女王が11歳の時に、 父、高窓の宮の利ひと新と死別した。福祉分野に関心があったことから、同年4月に、千葉県東金市の、情勢国際大学福祉総合学部に進学した。子ども福祉コースを選択、東京都港区の赤坂御用地の敷地内にある、高窓宮邸を離れ、情勢国際大学から近距離にある、東金市内の住宅で、共同生活をした。また、 サッカー部のマネージャーを務めた。大学卒業後は保育士の資格と社会福祉士の資格を取得。在学中にはカナダに海外研修に行き、カナダの福祉を学習するために現地の高齢者施設やチャイルドケア施設を見学した。カナダは父高窓の宮が青年期に留学し、帰国後は日課協会の名誉総裁を長年務めていた縁がある。また、 2011年12月、東金市立東金幼稚園の園児40人を、キャンパスに招いて、子供クリスマスパーティー2011を開催し、寸劇にも参加した。2013年3月、情勢国際大学福祉総合学部を卒業。学部代表として学長より、学域を授与され、またサッカー部のマネージャーとしての活動が評価され、理事長特別表彰も授与された。 4月からは、同大学大学院福祉総合研究科へ進学した。2016年3月、同大学院を修了し修士の学位を授与され、またその修士論文は優秀賞として表彰された。2017年6月1日付で、情勢国際大学福祉総合学部の研究員に就任した。二千十七年十二月、日本優先社員で NPO 法人、 国境なき子供たち理事の森谷里志と出会う。福祉を学んできた、綾子女王のため、途上国での支援活動を行っている森谷里志との交流により今後の福祉活動の勉強になればとの思いから、絵の両親と地域であった、久子妃の紹介による。2018年1月15日、母久子妃が日課協会名誉総裁を退任し、 翌日付で、綾子女王が名誉総裁に就任した。2018年4月、森谷里氏から求婚を受け、受諾した。同年6月26日に、宮内庁は、綾子女王が森谷里氏と婚約すると発表し、7月2日に、正式に内定した。農祭の儀が8月12日に、9月19日に、国旗の儀が、それぞれ高窓宮邸で行われた。 綾子女王が国旗の儀で着用した大色のワンピースは両親の婚約会見の際に久子妃が着ていたものである。10月26日には三代の上、県所高齢殿神殿にエッスルの儀、長剣の儀に臨んだ。結婚式は同年10月29日に明治神宮で行われた。九中三殿と明治神宮での儀式には祖母の三笠宮妃ゆり子が 義母の低名後方から送られたもので、自主の乗り子城をも着用した甲内義と長若まで、望んだ。同日午後に、区内庁職員が、婚姻届を提出することに伴い降下し、民間人の森谷綾子となった。10月30日には、ホテルニューオータ日本館、アッザレイアニテ、皇太子のある人親王、同比正子を主品に参見の長など、約70人を招いた。 結婚披露晩餐会が催された。2019年11月17日、同日午前6時59分に、東京都港区の愛育病院で、第一子となる男児を出産したと区内庁より、発表された。綾子女王に関するカテゴリー。ありがとうございます。